サビニアヌスは第65代ローマ教皇。東ローマ帝国のビテルボ近くにあるブレーラに生まれ、604年9月13日に教皇に就任したと伝えられる。グレゴリウス一世により、ローマ教皇大使としてコンスタンティノポリスへ派遣されたが、それを快く思わず597年にローマに帰国した。ライバー・ポンティフィコリスによると、彼は、 経済観念の低さから、庶民の人気は高くなく、ローマに基金があった時も年貢を取り立てたとされる。またセアウグスチの修道会のオノフリオパンビニオは、その著書、エピトメ・ポンティファカム・ロマノーラムの中で、彼は生産の度に祝福のベルを鳴らしたと伝えている。在任中、サビニアノスは常にグレゴリウスの控えだとみなされてきた。グレゴリウスは、 侵略が起こった時には穀物をローマ市民に分配してきたが、サビニアヌスは穀物を高値で市民に売りつけていたという。ライバーポンティフィコリスでは、教会の聖職者の数を大いに増やしたとして称賛されている。ありがとうございます。